はい、皆さんこんにちは、ハッスルマミーです。はい、今日の動画はですね、デシウムに、インスタグラムで質問をしてみたの回です。デシウムに E メールで質問した動画を上げました。返事が1週間かかったんですけれども、そちらの動画は、こちら上に上げておきますので、ぜひ見てみてください。で、今回はですね、ちょっとインスタグラムで、質問をしてみました。どうしたかというと、よくデシウムのインスタグラムで質問してる方がいらっしゃるんですね。そうするとデシウムの方は必ず DM ください、 DM くれたら返事しますという答えをいつも上げてるんです。で、私もではインスタグラムからちょっと質問してみようということで、質問をしてみました。何を質問したかと言いますと、今回はですね、デシウムから、箱が届きました。何をオーダーしたかというと、ハイラマイド、ジオーディナリーの姉妹ブランド上級版のハイラマイドのブースターを追加でオーダーしたものが届きました。ブースターに関してちょっとクエスチョンがあったので、デシウムに質問をしてみました。私できれば毎週2本動画を上げたいんですけれども、何せね、リサーチに時間がかかるんです。英語の記事、英語の文献を読んだり成分表を読んだりしてるので、もうリサーチだけで 2,3 日かかっちゃうんですよね。それからビデオをシューティングして、それからエディット編集もしなきゃいけないので、まあ、2本が限界、今のところ2本が限界で、まあ、今週はちょっと1本になっちゃうかもしれません。でも皆さんのコメントで参考にしてます、ハッスルマミさんの動画を参考にしてますっていうコメントいただけると大変嬉しくて、動画を作る励みになります。本当にね、オーディナリーとかハイラマイドなんか特に英語のサイトしかないので、調べたりするのがねとても大変じゃないですか。そういった方はぜひ私の動画を見て、5分か10分の動画なので、その動画にまとめてあるので、そちらの動画を見てオーディナリーなどを使う場合の参考にしていただけたら、私としては本望です。こちらはハイラマイドのウェブサイトになります。ハイラマイドコアシリーズがありまして、まあ、現在売り切れになってますね。コアシリーズのセットが売り切れになってます。セットだと安く買えるんですが、まあ、これアウトオブストックになってますね。まあ、でもこの洗顔料いらないので、あまり使わないのであれば洗顔料以外の3つを、でもこの緑のサブキューアイも今売り切れになってるんですよね。これすごくいいんですが、とってもいい目の美容液なんですが、これも今売り切れになっちゃってますね。それから、コアシリーズに足すもの、ブースターシリーズがあります。自分の肌の関心事、例えばセンシティブ敏感肌だったりとか、ヒアルロン酸ちょっと足したいとか、毛穴が気になるという方はポアコントロールを足す、ポアフラッシュを足す、ビタミン C が欲しいという方はビタミン C を足すという感じな使い方になります。そして、ハイラマイドにはフィニッシャーシリーズもあります。こちらはちょっと私は使ってないのでレビューはできないんですけれども、はい。で、今回私のところに届いた、ブースターシリーズ3つ届きまして、これで全種類 1,2,3,4,5,6,6 種類、全部届きました。ハイラマイドのウェブサイトって併用禁止なものとか全く載ってないんですよ。オーディナリーだと載ってるじゃないですか、併用、これは併用禁止ですよとか、使い方のレジュメなどがオーディナリーのウェブサイトには載っています。ですがハイラマイドの方には何もそういった情報が載ってないんですね。なのでこれはちょっと質問してみるしかないなと思いまして、インスタグラムを撮りました。デシウムのところに行って DM を送ってみました。私の英語力気にしないでください。文法すごく間違ってますけれども、伝わればいいので、もう簡単な英語で大丈夫です。I have a question、 質問があります。ハイラマイドの使い方について質問があります。コアシリーズを持ってます。それからセンシティブスキンのブースター、 C25 のブースター、ロームリキュアヒアルロン酸、ポアコントロールブースター、ポアフラッシュ、グロー、これはなんかコンフリクト、併用禁止のものありますか。ブースターは、コアシリーズの後につければいいのですか。いつブースターを肌につければいいですか。Thank you for your help というふうに質問していました。それから約1時間半ですかね。そうですね、10時半に返信が来ました。デシウムの返信によると、ハイラマイド C25 のブースターはハイラマイドのポアコントロール、ポアフラッシュと併用禁止です。別の時に使ってくださいという返信が来ました。で、私はこれに対して Thank you と、それから Should I use those booster before subcu skin or after というふうに聞きました。
サブキュースキンの前につけた方がいいですか、後につけた方がいいですかという質問には、We would recommend using the C25 booster in your AM。 朝 C25 を使う、そして夜にサブキュースキンを使ってくださいというお話でした。でこの質問からすると、まあ、C25 のブースターはとサブキュースキンは一緒に使わない方がいいということなんですかね。それで次の質問にはですね、簡単に写真を送ってみることにしました。写真を撮りまして、この左から右、これの使い、夜はこの使い方で大丈夫というふうに聞いていました。まあ、そしたらデシウムが That is perfectly fine というお返事が来ました。最初にね、やっぱり質問を3つ4つ投げちゃうと、その3つ4つ全部答えてくれるわけじゃないんだなと思ったので、まずね、最初にまず1個質問してみた方がいいと思います。1つの質問をして、その質問の答えが返ってきたら、次にもう1回質問を投げてみるという感じにした方がいいと思います。途中でね、これはやっぱり商品名をずらずらって書くよりは、もう写真撮っちゃえと思って、写真を撮って、この使い方でいいですか、左から右、レフトトゥライトっていう風に、これで OK ですかっていう風に聞いたわけですけれども、このやり方の方が向こうも返信しやすいんだろうなとはちょっと思いました。で、私が聞いていた言葉、ブースターはコアシリーズの後につけるべきかつけないべきかっていう質問には返事が なかったですよね。まあ、こういう感じなので、まあ、簡単に質問するのがいいと思います。それがコツですね。私みたいに3つ4つ質問を先に投げるんじゃなくて、質問を先に1つ投げてみる、返事が返ってきたらまたもう1つ質問を投げてみるという感じにした方がいいと思います。それから質問は簡潔に分かりやすく簡単な英語で大丈夫です。もうなんか監視だとか、そんな複数形とか単数形とか、そういう細かい文法を気にせずに、間違いを恐れないで、簡単な英語で伝われば大丈夫ですので。そう、サブキュースキンは、サブキュースキンはバフェットのアップグレード版なんですよね。だからペプチドが入っているので、ディオーディナリーの併用禁止を気にしてみれば、同じなのかなという気がしました。オーディナリーのバフェットの併用禁止は産経だとか、それからピュアビタミン C はダメですよね。それを参考にすれば大丈夫なのかなという気がいたしました。はい、皆さんがインスタグラムで質問できるように簡単な英語のサンプル集を載せておきました。こちらを使ってインスタグラムで質問してみてください。次回の動画は、代表的な質問を集めてみたいと思います。いつも The Ordinary を使って疑問に思っていること、そういったものを集めてみたいと思います。はい、本日は、ハイラマイドブースターについてデシウムに質問をしてみましたの動画でした。参考になれば幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。できれば高評価コメントいただけると涙が出るほど嬉しいです。はい、ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。